チリン。令和新選組大石あきこです。この法案で感染症パンデミックの司令塔機能の統括庁を作ったとして、コロナ失策のお茶を濁そうという岸田政権のこのやり方を許すことはできません。この3月に何が起きたかご存知ですか？全国の国立病院の労働者がストライキを実施したんです。この2本でストをやるってどれだけの決断がいることか。このストをした医療労働者、何を訴えたかご存知でしょうか？一つは労働条件の改善。これはもともと国が医療費、医療を削減するという政策を長年続けて、人員不足が病院にあった。そこにコロナがやってきて、医療従事者は人生も横を置いて全力対応した。なのに国は4度の改善要求も無視して、物価高に対応する賃金すら保障しなかった。これがストの背景の一つです。もう一つには、総理が医療削減の反省がないどころか、公的病院に積み立てさせたお金750億円を防衛費に回すと決めた。昨日その予算が通りました。ありえない。この積み立て金は独法化した公的病院の医療機器更新など医療のために確保させてきたものです。岸田総理はこれに関連する防衛財源確保法の審議入りも狙っていると。これ何をやってるんですか今。どれだけ医療労働者の気持ちを踏みにじるのか。もう岸田政権は総辞職しても足りないんです。万死に値する。これ野党ももっと戦わなきゃいけないですよ。国会の外はストなのに、この中ではこのぬるま湯は何なんでしょうか。時間つぶしの儀式じゃないんですか。この質疑でもずっと訴えてきたことです。このパネル見てください。これ、地方衛生研究所の過去20年に人員が削減されてきたよねっていう、そういうグラフなんですけれども、これも構図はずっと同じなんですよ。官民問わずどこでも同じなんです。日本で起きているのはこれ。これは衛生研究所の20年ですけど、労働者を人件費だと、コストだとカットをし続けて、人減らしや技術継承を捨ててきたんです。これ全国でも減ってる。そして大阪のようにそれを真に受けた政治勢力、維新ですけど、そういった方が与党を占めたとき、さらに極悪になるってずっと訴えてきたんです。でも内閣官房の後藤大臣は、平時からパンデミックに備えて PDCA を回すと本日も言ったし、質疑の中で10回ぐらい言ってますけれども、でもこういったことへの具体的対策、パンデミックやこれまでの間違った人減らし、これへの反省は全くないんですよ。そりゃそうですよね。これからもコストカットして蓄えたものを軍事費に使うという政権なんですから。だから答えは一つ、この法案はダメなんです。そして総理には内閣総辞職を求めます。お願いします。岸田総理大臣。今回の法改正においては、医療従事者、そしてご指摘の保健所の職員、新型コロナにより影響を受けた事業者等を代表する団体の意見聴取、これを経て作成されたものであります。有識者会議においても、日本医師会、日本看護協会、日本病院会等の感染症に当たられた医療関係団体に加えて、全国保健所長会といった保健所関係者の団体、さらには影響を受けた事業者ということで、経団連、日本商工会議所といった経済団体等も含めた幅広い、この関係者の意見を反映し、この議論を行い、そしてそれを踏まえて法律を作成したものであると認識をしております。ストライキを無視するような答弁やめてください。内閣総辞職を求めます。終わります。そんな時は。